今聞いてて、確かに僕もハッとしたのは、チャット GPT 使っていて得られるインサイトって、結構やっぱり定量的よりも定性的なことの方が多いなと。今の話でちょっと、引っかかる部分は、意外とみんな、その AI を使って生産で効率化とか、そこの部分にフォーカスして、すごくわかるんだよ。今回、やっぱ今の事例でも、やっぱ、ね、5時間かかったものが30分っていう言い方してるけども、実は他の軸として、やっぱマーケターの施策案でこういうものを使うっていうことは、その時間軸だけじゃなく精度が上がってるっていうこと。なので、その顧客体験の向上に自分たちがどう、こういうツールを使ってもうちょっと早くレベルアップさせるかっていうか、どうやって質を上げるかっていう仮説を作る上でもっと精度の高い仮説を立てるとか、で、それって結果、コスト削減につながるとか、組織としての ROI が上がるっていう部分だったり、あと結構今回の、一番のアウトプット、今の話した事例で、やっぱアウトプットが高いところは、やっぱその意識決定の改善だよね。その肉眼では見つけにくいパターンとか、自分たちが知らなかった領域を、要は、演じてくれるのかな。そう、自分が意識決定する上での判断材料以外のところの材料を活用して、自分では考えられない考え方をテーブルに持ってくるので、その結果、新しい、顧客、その、体験の向上だったり、広告の開始の質を上げるとか、生産性だけの話じゃないっていうところ結構大事かなと思ってます。そうだね。もちろん生産性が上がるっていうことあるんだけど、その前提に質で、その質はもちろんね、生成 AI が前提にしている情報が正しいかどうかっていうのは、これはまたチェックが必要だけれども、ただやっぱり僕ら人間がそこに思いとか意識とかそういうものを寄せられきれてなかったことを前提に組み立ててくれるっていうところについては、やっぱり新しい視点だったり、カバーしきれなかったところが前提になって、で、それでより解像度の高い、ね、顧客像っていうものが出てくる。これはやっぱり効率化ってことだけでは語りきれない、やっぱり質の改善。そこと、時間が短くなるってことと質が上がるっていう、この2つを両方ね、獲得してしまえるっていう機会、チャンス、こういうものがやっぱ獲得できてっていうのが本当に魅力的だなと思う。で、今結構話をしてきた中心はやっぱり顧客理解ってことだったと思うけど、これ、マーケティングっていうことを考えていくにあたって、顧客を理解するっていうことはもちろんあるんだけど、やっぱ競合ね、知っていくであったりとか、あと自分たち自身が今どういうポジションなのかっていうことを知っていくとか、自分たちの特徴を磨いていくとか、そういう意味だと、やっぱりね、競合と比較してどういう今訴求軸を打ち出せているのか、もっと強く磨き上げていく訴求軸がないかだったりとか、競合たちも別に一社じゃないから、複数社いる中で複数社のクリエイティブであったり、それこそね、キャッチコピーとかを分析する中で、さっき想定していた新たな顧客像っていうことに訴求していくにあたっては、もっと競合たちよりも、やっぱレベルを上げて、質の高いキャッチコピーを作るであったり、そういうところにも全然用途は向けられそうな感じはありますよね。全然あると思う。ちょっとこの生成 AI でやっぱ考えているときに、まず自分が意外と定量的な感覚で AI を使っていないっていう発見があって、AI が出てきたら分析が楽になるとか、もちろん解析っていうトピックはまた違うエピソードで話すけど、自分の仕事がここでどういう形で要は変わるかってやってみたときに、意外とまだ定量的な部分で生産量が上がったり、知見が得てたりとか、その領域はね、まだ新しい筋肉がついていなくて、で、そうじゃない定性的な領域っていうのは、さっき言ったように、チャット GPT って、対話型だったり、もともと、で、そしてプロンプトって言ってるけど、僕はプロンプトの仕方があんまり実は、正直、あんまり馴染みなくて、意外とロジカルな人間のくせに。なので、対話しながらやるっていう、結局それが、結果プロンプトになってるんだけど、うん。まあ、いずれにしろフロントっていう考え方にも対話して、精度を良くするっていうプロセス。でどういう意味かというと、競合分析にするときって、多分、競合分析調査するときって多分みんなソフト分析とか、なんか、ライバル会社の、なんか、ね、お客さんに調査したりとか、するじゃないですか。っていう、多分、何かしらの手法っていうのが多分あると思うんですよ。コンスーマーインサイトだってマーケットの市場データ見たりとか。だけど、最近の例えば手っ取り早いこのやり方としたら、むしろ、競合が頑張ってリサーチして、頑張ってマーケット気づいてきた、頑張って売り上げ伸ばしてきた結果、どうやったのっていうアウトプットが彼らの商材とかサービスページだったり、ホームページとかじゃないですか。うん。ブログに書いてる記事とか。うん。で、それを AI とかに学ぶ、要はそのアウトプットを学ばせることで、この会社って結果何を強みしてるのっていうむしろ AI で考えさせるみたいな。向こうがすげえ投資した結果、アウトプットなんだっていうのをお尻からこう、要は盗むっていうかさ。うん。で、それをこうバーってこう要点をまとめてもらって、あ、この会社ってこれを強みしてて、じゃあ、まあ、仮に例えばナイキさんがどうだっていう分析させて、で、アディダスさんがどうだってやって、この2つの AI からして、この2つのホームページの違いは何とか、強みは何になってると思うみたいな。その時に例えば仮に違いが出たとするじゃん。で、そうすると自分たちは、ああ、この2社にはない強みをホームページで出せる部分はこうだなとか、っていうのは瞬時にできるんで、うん、それがすごく簡単な例なんだけど、例えば、バッシュとかサッカーシューズとかっていう領域だったら、そこの詳細ページを読み込ましたりして、何が強みにしてるのか違いなのかっていうのを、もう AI でこう定性的に判断してもらって、あーっていう、その結果から解くインサイトみたいな。うん。うん、はいはいはい。いやでも今聞いてて確かにハッとした僕もハッとしたのはチャット GPT 使っていて得られるインサイトって結構やっぱり定量的よりも定性的なことの方が多いなと。うん。で、じゃあもっと定量的なインサイト通らなきゃいけないなっていうふうにふと思ったんだけど、いやいやちょっと待てよと。定性的なことほどやっぱりセンスに依存するやっぱり判断になってくるとするならば、やっぱりそのセンスに依存して物事が判断されていたところっていうのがセンスに依存度が下がる。うん。それによって得られる知見に基づいてマーケティング活動が強化されるっていうところにこそ、もしかしたら一つこういう生成 AI とマーケティング活動をやっぱりバンドルしていくことの価値があるんじゃないかなと。だって定量的なねデータなんて正直いくらでももう広告データだったり SEO データだったり携帯図解析したりとか、ウェブのねアクセス解析データとか、うん、タグマネジメントしていろいろ必要なね情報を取ったりとかいくらでもやろうと思えばできるじゃないですか。うん。でも定性的なデータってやっぱりいくらタグマネージャー発火しても出てこない。そうなんですよ。うん。だからやっぱクリスが言ってくれたように定性的なことでいいんじゃないかなって。まさに、うん、むしろそこにこそ価値があるんじゃないかなって今学びました。そうすげえ価値があるで、うん、その結果まあ、うん、あるよね。多分これは僕のバイアスだと思うんだけど、やっぱデータの人間だから、データじゃない領域の追求になっちゃうっていうパターンもあるし、うんうんうん、もちろんデータでデータを追跡するっていうか、そこはそこでまた違う領域だと思うんだけど、ゴリゴリやってる人はすごいゴリゴリやってるっていう話はね、また違う事例になると思うんだけど、うん。で、そう、この戦略立案っていうところって結構その人のオピニオンっていうのが結構大事になってくるじゃないですか。うん。そうだね。大事だね。そう。で、この、まあ、実際そのね、どういう、これもっとブレイクダウンしていくと、うん、やっぱその広告だったらね、例えばターゲティングをしないといけないじゃないですか。うん、広告を誰に訴求するかっていう、うん、誰にターゲットするかっていう部分だったり、うん、あと、はい、カスタマーを知るっていう、その顧客を知るっていうところもすごく定性的だよねっていうことと、うん、さっき言ったそのコンペティション、はい、要は競合のを知るっていうこと、うんうん、で例えばソーシャルメディアでリスニング、要はセンチメント分析みたいな、要はこのブランドに対してソーシャル SNS ではいいこと書かれてるのか悪いこと書かれてるのか、今まではすごい高いツールを買ってこのコメントを分析するみたいな、うん、でソーシャルリスニングツール高いよね。だからこのフィードバックってこのコメントに書いてあることってポジティブのなのですか、うん、悪いことですかなのか、何を学べるんですか、うん、どういうこと言ってるんですかっていうのも瞬時で教えてくれるんですよ。その定性的な部分の分析がすげえ長けてるわけよ。うん、うん、やっぱあとカスタマーサポートに入ってくるなんだろうデータっていっぱいじゃないですか、うん、定性的な、うん、お宅のこれが遅かったんですよとか、うん、ここスイッチ入れたのにつかなかったんですよとか、うん、そういうもの多分すごい大きい会社ほど多分いっぱい知見あると思うんですよね。うん、そうだね。で、そこから得る定性的なインサイトっていうのはやっぱすごいと思うし、うん。うん。で、ね、定量的な部分を抜いて、定性的に見ると、その他に例えば、コンテンツを書くとか、うん、まあ、ソシの得意な分野なんですけど、はいうん、コンテンツ書くで何を書くのかっていう、うんうん、そこまでのフローって結構深いじゃないですか。うん。深いですね。で、意外と定量的じゃなかったりするじゃないですか。うんうん、クリック率が CVR がだからこういうコンテンツ書いてって言わずに、うん、むしろ逆に、うん、ここの記事とかこういうトレンドがあってどういう要点にすればいいのか、うん、でそれをキャッチーにツイッターでどう、うん、もしくは概要文とか何するべきですかみたいな、うん、結構定性的なことが多いじゃないですか、うんうんうん、そうだね、うん、かつそれも競合の、ね、ウェブページを見て観察して何がこのウェブページの良さなのか、何がそのウィークポイントなのか、うんでそのウィークポイントを他のウェブページに対してもね、洗い出しをして、じゃあ自分たちのウェブページで語るときにどういう構成がいいか。で、それだけだと自分たちの強みっていう視点がないから、そこに自分たちの強みっていう視点を入れて、ウェブページ、ウェブコンテンツを目次設計していくってなったら、じゃあどういう順序とか、どういう言葉遣いとかがいいかなとか、それが自分たちがこのウェブページを通じて伝えたいメッセージと自分たちのポジション。うん、これが1ページだけじゃなくて、やっぱ業界としてどういうポジションしていくのかっていうことを、やっぱりある程度ストーリー立てて構成し、そのページを作るだけじゃなくて、他のページを作っていくときにも、ある程度同じサービス領域であれば、同じ強みを前提にして書いていくっていう、なんかこういう抽象概念のその整理と具体のその競合分析の結果から学ぶ目次設計の、ここのなんか整合性を整備していくみたいなことって、これ全く定量的じゃないんですよね。まさに。うん。そう。で、こういうところのプロセスとかめちゃくちゃ得意なんですよね。ChatGPT。めちゃくちゃ得意し。うん。しかもそれを最近僕、プロセス化し始めてて。うん、すげえ。だ僕一人でやっていても、どうせ作れる記事数なんて限られてくるから、うん、全部マニュアル化し、全部プロンプトを共通化し、で、競合分析のプロセスっていうのはこうだ。うん、でそれをもとに A さん B さん C さんっていうところで順序立ててその、出来上がった結果の文案の調整とかをやって最後自分のところに上がってくるで自分のところでチェックするんですけど、うん、そこ上がってくるまでやんなきゃいけない他の業務ところはやっぱりある程度スケールできるように業務設計していくみたいな、うん、でもそこも紐解いていくと定量的なことというよりもやっぱ定性的なことなんですよね。本来もともとやってたことでも定性的なところが形式化しうるっていうところの中で、やっぱそのあたりがやっぱスケールしやすくなったなと。うん。別に僕じゃなくてもよくなった。さっきクリスが言った、そのマーケティング戦略を立てていくっていうメディア、広告、プランニングとかも、うん。なんかすごい興味あるなと思ったのは、どうやってそれをフレーム化し、業務プロセス化し、クリス一人だけじゃなくても、より多くのアカウントがマネージできるっていう状態にするとか。うん。これもやっぱり定性的な業務ですよね、うん、正直僕は、うん、チャット GPT から返ってくるそのデータっていうのを信用していない、うん、要は Google の検索結果の方が信用している、うん、むしろ逆に信用できるポイントっていうのは、うん